皆さんこんにちは,は MBS アナウンサーの玉巻恵美と気象予報士の広瀬俊ですお天気にまつわる疑問質問にお答えしていきますはいこれマイズルの映像ですけど雪が降ってますはい寒そうですね寒冬に逆戻りですね、はい、なんか今週もすごく暖かかったと思えば、うん、ね、今日も下がって激しいですね寒暖さ寒暖さすごいですよねしんどくないですか体がなかなかついていかないですよね。ねもういたわって はい。はい、<laughs> 体調管理ね、<laughs> しっかり、はい、皆さん、お気をつけてください。はい。じゃあ、こちらは長浜の様子ですけど、こっちもね、雪が降って、北欧中心、大雪になりました。はい、見通し悪いですね。うん。ね、ちょっと雪かきでね、足腰も痛めないよう、に皆さん気をつけてください。え、はい、玉巻さん、この先もね、寒暖差すごく大きくなりそうなんです。そうなんですか。今年の春はどうなりそうですか。はい、あの、平均すれば。 暖かいかなと思います。やっぱりアップダウンはすごく激しいんだけど。あえー、まあ、ならせば、いつもより暖かい状態が続くので。まあ、悪いこと言うと、花粉も早く飛び出しているし、えー、ピークも早く来るんだけども。桜の開花は、例年より早いと思います。明年より早い。ね、春はちょっぴり早めに来るんじゃないかなと思いますよ。はい、で、なると、ちょっとね。 雪景色もちょっとね降りすぎるとしんどいけど、はい、名残惜しくも感じられますよね。うん、確かに。はい。春は待ち遠しいんだけど名残惜しい雪景色を今日は<ー>今回は紹介したいなとい。わかりました。思います。楽しみです。はい。雪ですけどもなんか思いつく曲ってあります？曲ですか？ね、えーっとね、吉久蔵さんの雪国 <laughs> よく聞てる、ね、あーって思ってる人いると思います、うんうん。いらっしゃるんでしょうね。え、それはよく聞かれるんですか?うち。全然世代ではないです、ね <laughs> で。合わせに行きました。合わせに行ったんですね。<laughs> はい、あのカタカナの曲は。カタカナ。 うんうんレミオロメンでしょああ粉雪粉のやつですね僕はアナ雪あれもいいですよねやっぱり雪ですよねえなんだっけあ違う見せたい現象があるんです見せたい現象はいそれにどんどん近づいていってほしいなと思うんですけどちょっとヒントくださいユミ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  わかりました。はいはい。ダイヤモンドダストの消えぬ間に <laughs> もうピンポイントパーって行きましたね。<laughs> あのピンパーって言ったんで当たりましたか？当 <laughs> たりです。はいあのダイヤモンドダストを写真でね僕北海道で働いた時に撮ったので、はい、まずねその写真見てほしいんです。実際撮ったものを。はいいろんな景色あのお見せしていきますけどもこれがダイヤモンドダストです。きれい。 キラキラしてるでしょ、はい、反射してる<っ>光<に>そうなんですもうねほんとぜな瞬間でしたこれ見た時これ北海道の美瑛っていう場所で、えー、行って撮ったんですけどもやっぱり強い冷え込みで空気中の水蒸気が凍ってそれが朝日に照らされて、うん、キラキラ光るんですねそれがダイヤモンドダストですでどんな場所かっていうとこんな川のあるとこ 綺麗でしょ大自然,大自然でやっぱり川って、まあ、水だからそこから水蒸気いっぱい出るんですねそれがダイヤモンドダストの材料になってたんですけどもあの発生の条件というのがありますダイヤモンドダスト。気温がマイナス15度以下で晴れて風がない時に現れるんですね。 この時もマイナス十八度ぐらいまで気温が下がってました。寒いどころじゃないですね。痛い。痛い。縛れる。現地では縛れる冷え込みだったんですけども。あたり一面ああいう景色になるんですか。あのー、川の上ですね。あー。なく結構ね見つけるのにもコツが <laughs>。へー。 あの必要でやっぱり水蒸気ありそうなところを目指していくのがいいかなと思います。でダイヤモンド出すと最典」彩氷ってね硬い表現だ言われるんですけど素敵な表現もあるんですが<う>それが天使のささやきいややロマンンチックな響ききでですねキュンってくるでしょう、はい、天使のささとも表現されてあと2月17日国内の最低気温の記録が生まれた日は天使のささやき記念日とも 表現されてるんです。あの非公式なんだけど北海道幌加内町モシリってところで、はい、北海道大学の施設でマイナス四十一度点二度観測された日だからっていう、ね。日本でもそんな記録出るんですね。北海道って試される大地でしょう。やっぱりマイナス三十度って毎年のように行くんですよ。はい。でまそうなんですか、まあ。縛れる寒さなんです。だからこそ綺麗な景色っていろいろ見られるんですね。うんはい、どんどん行きましょうか。 フロストフラワーという現象を見ましたので<う>写真撮ってきましたご覧くださいこれ<お>これフロストフラワー名の通りって感じですね霜の花です、はい、奇跡の花でもあるです,すごい見事 <laughs> なんか立派なねなんかモリモリして、えー、これアカンコっていう湖で撮ったんですけどアカンコってフロストフラワーの 名所でもあるんですね。発生条件としてはやっぱり同じくマイナス15度下回った冷え込んだ朝に見られる冬のお花なんですけど、雪の積もっていない表面でのみ成長するんですね。はい、あのアカンコ、あのこのフロストフラワーが見られる奇跡の条件が揃っている場所でもあるんです。奇跡。はい、これね冬。 湖ですけど全面凍結していますそこに雪が積もってるんですけど雪の上ではフロストフラワーって見られないあの成長しないんですねでもあんなふうにあったでしょ、はい、あれなんでかっていうと阿寒湖が温泉地だからフロストフラワーが見られるっていうことなんですよ。 はい、奇跡の条件が揃っているということです。温泉地がポイントなんですね。そうなんです。温泉がやっぱり湖の下からこう湧いてるんですね。だから全面凍っているように見えるんだけど、所々溶けてる部分もあるというわけなんです。だからあの昼間は溶けてる部分が夜強い冷え込みになると凍って氷のまあ膜というかあ、そうそうそう、はい、表面ができて、えー、そこで。 霜がついて成長するということなんですね。条件厳しいね。まあだからこれやっぱり温泉とか泉が湧いてるところなんですよ。<ー>でそうなると水条件もたっぷりあるから霜の結晶も大きく成長できると。 いうことなんです、ね。私もロケで一回この写真撮りに行ったんですけど、見えました。全然ダメでした。持ってなかったです。残念でした。<laughs> でもこれは本当にアナ雪の世界ですよね。綺麗、ね、でしょう。なので温泉地だからやっぱり泊まったホテルからすぐ行けるっていう利、ね、点も,、ね、もあるんです。もちろんあのネイチャーガイドの方に連れても。 てもらわないと、ちょっと危険もあるから、そこはあの安全に楽しむというのは必要なんだけど、こういう綺麗な。ものが見られるっていうことなんですね。うん、で,すで、強い冷え込みで、風が弱いと、こんなものを見られるんですね。ドラゴンミストっていうものも。僕、遭遇できたんですよ。うん、えこれも。はい、これ。わ<ー>かります。これがドラゴンミスト。あ、でも、本当に龍のような。 そう,そう,そう,そう竜のように霧が広がってて、ゆったりゆったり動くんですよ。現地の方によると、これはめちゃくちゃレアらしいです。えーね、よかったら、ね、落ち着いたら玉巻さん、またリベンジしてみてみください,い,ないなちゃんとこの黒い木の部分にあって、しっかり見えてますね、うん、この木、ね、きれいな。 現象です。はい、ダイヤモンドダスト、フロストフラワー、ドラゴンミスト紹介しました、うん。いや、かっこいいネーミングですね。それにしても。ね。でもね、可愛い,いネーミングの現象もあるんですよ。<う>はい、アカンコで撮った写真もう一枚見てもらいましょうか。玉置さんこれは見たんじゃないですか。これは見ました。樹氷。ね、そうそうそう。くて本当に。 青に映えますすすすよよねねね樹氷でで、ね、ごい綺麗ですよ、ね、<ー>やっぱりあのこれも強い冷え込みで空気中の水蒸気が凍ったり、はい、雲霧粒、切り粒がついて凍ってこういう風な樹氷になっていくんですけども風が強いところでできる樹氷はあの食,べ物のも、えー、食べ物みたいになるんです。食べ物エビのしっぽお 可愛らしい。可愛らしいね名前でしょ。えどうなんなんだろう。見てみます。はい。いただいた写真なんですけども、はい、これかな。<おっ> <laughs> こうギザギザ。あこれは確かに。ね、エビの尻尾ですね。尻尾みたいですよね。まあこれもね、えー、樹氷になるんですけども、風が強くてこう吹きつけるんですよね物に。そうすると風が風上神の本にこういう風についていって、<ー>えー、どん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 こう成長。 していくということなんですね。羽毛状に成長した樹氷の一種ということなんです。うわ、すごい。びっしり、うん。これも玉巻さんの方から、多分風が吹いてて。エビのしっぽちゃんが、こう成長している、うん、ということなんですね。もっともっとね、成長すると。は,い、はい。大きくなるんです。これもエビのしっぽ。ね、これ、もう。 エビの尻尾超えてますね。<laughs> ね、なんかすごいね。ね、別の何かにますけど。なんかもうあ、上がってるというか、はい、もうすごい激しい動きが。いはい。エビの尻尾成長するとモンスターになるんです。モンスター。スノーモンスターになっていくんですね。<え>それを僕ちょっと写真撮ってるので見てみますか。はい、山形のザ王に行ってきました。これ。 どれがスノーモンスターかって、これ、これね。そう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 こ<れ>、これ全部、これ木ですよ、えー。えあ、そうなんですね。木が埋まってる状態。木が埋まってる状態でも、こうていって、風が吹きつけて、雪とかがもうかぶっちゃって。大きなモンスター状になっていくと。いうことなんです、ね。もうなんかライトアップしてる感じもいいですね、雰囲気があって、ね。そうそう、これスノー、えー、とスキーのゲレンデで,で、あのゴンドラに乗って、降りたら、こういうの見れるんですよ。ええ。 はい。豪雪地帯の山間部にスノーモンスター発生します冬型の気圧配置が続くと成長するんですけども日本の日本海側って世界的に見ても雪が多いところなんですだからこういうスノーモンスター見られるっていうのは世界的にレアなんですねこれなんて本当にこう生き物みたいですね,ねなんかこうガオーってしてるみたいでしょ、はい、で東北メインで見られるものなんですけど実は関西でもこのスノーモンスターって見られるらしいんですよ あのキトさんという方からお写真いただいたんですけども、はい、はい、どこで見られるかというとこれ<ー>兵庫県の兵庫線です。え兵庫で兵庫山頂付近まあ1000メートル以上あるので、はいえー、こういうスノーモンスターが成長するんですって。えー、なんかちょっと控えめな可愛いえモンスターですね。なんか <laughs> よしよししたくなるスノーモンスターですよね。<laughs> でこのキトさん兵庫線まえー、とトータルです何百回も行っる。えー もうプロの方です。はい。あの、いつもだったら、2月になって、やっとスノーモンスターが現れるらしいんですけど。今年は1月にもう登場してたんですって。早かったんですね。そう、やっぱり寒くて、雪も多かったっていうことが、このスノーモンスター見てもわかるという。ういうことなんですね。はい、紀藤さん、お写真ありがとうございます。ありがとうございます。 はい、これスノーモンスターですけども、同じスノーマルマルと呼ばれる現象があるんですけど。可愛らしいものいきますよ。はい、スノーロールちゃん、スノーロールです。ーロールはい、どんな現象だと思います。えー、なんかこうくるくるくるっていう感じですか。そうです。<laughs> もうくるくるしてるんですけども。もう可愛い,いんです。えー、ご覧ください。 あらあこれコロコロコロ,コロまさにですねねなんかもうつまんでパクってしたくなるよこんなのが自然にできるんです、はい、そうそうそうこれ人人がしてるわけじゃない風が作り出している現象なんですね<ー>もうコロコロしてるんですけど、はい、このスロースノーロールも発生の条件って揃わないとできないものなんですね。 あの雪自体が湿ってて適度に粘着力があってくっつきやすくなっている<う>ということと絶妙な強さの風が吹いている <laughs> 絶妙というのがポイント巻き上げつつも全体をピューとこう飛ばさないぐらいの強さで雪の転がりやすい坂とか丘などの地形にできると。いやレアです北海道のガル町 ま方からいただいた写真もあるので、ご覧ください。はい、わあ、なんか。なんか幻想的いいな。なんか涙出てきそうじゃないですか。雰囲気すね、じっくり見てたら、この陰影がすごく、はい。上手いいですよね。これ自然にできる現象なんですね。不思議。ね、これ数個なんですけど、他にもらった写真見たら、すごいんです、これ。<ー> <laughs> めちゃくちゃ多く<ー>。できるということですね。はい、やっぱり。 まこれでスノーロールができるっていうことは雪が降ってるあこれ奥の方にいっぱいありますねねこれ自然にできる現象ですけどまあ、きつい寒さでもあるということですね、はい、厳しい自然現象が作り出す可愛い現象ということですねはい他にも可愛い名前の現象があるんですよ、はい、これから雪どけの時に結構ね見られる現象なんですけど雪エクポ えくぼですかえくぼですということだ形見てみましょうかこれえくぼだえくぼですよ <laughs>、はい、いっぱいあるえくぼが積もってて日差しが当たったりとかするとやっぱり溶けててこうへこんでいくんですね、うん、そういう凹凸ができるのが雪えくぼということです表現素敵ですねこれ見て雪えくぼって名付けられるなんか心って 羨ましくないですか、ね、綺麗な心で生まれた言葉ですねそうですね、はい、なんか雪えくぼ見たらなんか微笑ましくなりますよね、はい、まあこれから雪解け進んでいくとこのえくぼがどん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 大きくなってまあ完全に雪がなくなって消えてあ雪がなくなりますそうなると春の山々って明るくなるんですけどそんな様子を表した季語があるんですね季<語>それが山 笑うです。素敵じゃないですか。いい比喩表現ですね,ね。この雪えくぼがどん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 大きくなると、いずれは笑っていくということなんですね。あ<ー>お後がよろしいようで。<laughs> <laughs> はい。はい、まあ、名残惜しい雪景色見てもらいました。<laughs> いや、本当になかいろんな表情を見せてくれて。うんはい、ね、美しい。 景色ばっかりでしたね。ねまあ、これから春の景色もね、綺麗なものがあったら紹介できればなと思います。はい、なんかもしいい写真が撮れたら、こちらまでぜひ教えてください。うんはい、今日もご視聴いただいて、ありがとうございました。